やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。はい、キスマイの横尾さんについて占いたいと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしているので、ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄にあるので、こちらもよろしくお願いします。で、お知らせ、7月24日土曜日の22時半からいつものように、水亀座満月の会のライブっていうのを行いたいと思います。ぜひ、お時間のある方お越しください。お待ちしております。はい。ということで、ジャニーズの恋愛ですね。普段占えないんですよ。ジャニーズの恋愛は炎上しそうだから。ね。この動画ももしもなんか、万が一を、あれたら、メンバーシップ限定とかに移動するかもしれないです。でも、リクエストものすごいいただいたんですよ。なぜ扱ったかというとね、私一人のなんか判断だとやらないんだけど、こういうジャニーズの、ね、恋愛のスクープとか、あんまりしないんだけど、ですね、リクエストとか、あとツイッターとかでもね、横尾さんについて占ってくださいと、ファンの方が怒ってるのです。あ、そんなに怒ってらっしゃったんだ皆さんと思って、ちなみにどんなニュースか読まなくていいか、もう今更読まなくていいか、なんかね、うん。交際4年目の OL と、なんか、まあ、結婚も考えてるか、みたいなフライデーの記者に対して、まあ、後々はそういうことも、みたいな、ね、中途半端な気持ちではない、みたいなことを言って、で、キスマイが今年10周年なのに、なんでこんな水を差すことをしてくれるのとか、あと、彼女は、なんかね、横尾さんの飼ってる犬を写真に載せたりして、アップしたりして、みたいな感じで、ファンの方怒っていらっしゃるという認識で合ってますでしょうか。いや、中にもね、いろいろいると思うんですよ。いや、いいんじゃない、もうね、年もね、年齢も35歳だからもう許してあげていいんじゃないっていう方もいらっしゃるかもしれないし、いやいやいや、そこはね、ジャニーズファンあってのジャニーズだから、そこはね、ちゃんとこうくっきり線引きしようよみたいな方もいらっしゃるだろうし、いろいろな様々な考え方の方がいらっしゃるとは思いますけれど、私は第三者的な立場で、この辺ね、横尾さんの今後の仕事運どうなるのか、彼女をね、本当になんか匂わせしていたのか、勘違いとかじゃなくて本当なのか、彼女との縁は、で、で、横尾さんのキスマイへの気持ちね、と、あと他のメンバーの今回の件に関する横尾さんへの気持ち、この辺、ちょっと見てみようかなと思うんですけれど、質問の内容がちょっと見当違いだわとかだったら、本当申し訳ないです。私がファンでもし怒ってたら、何を聞きたいかなっていうのと、まあ、ギリギリこう、まあ、燃えない程度の、ちょっとその辺のバランスを見て考えましたけど、横尾さんの性格、カバラス秘術で、まあ、何回も言っていますけれど、本質9、ペルソナ7。9は中井さんが両方9なんですよ。中井さんの動画をぜひご覧になっていただくと、めっちゃ詳しく説明しています。9っていう数字がどんな数字か。完成の数字なんですね。1から8の数字をすべて体験しているので、大人なんです。達観してます。達観。で、優しい平和主義者だって言われてますね。うん。穏やかで優しくって、人の気持ちを敏感に感じ取って、だけどすごく複雑です。何しろ1から8まで全部経験してるので、世の中の酸いも甘いもすべて知っていて、すっごい達観してて、プライドは高い。で、そうね、穏やかに見える。あと派手に見える人もいるけれど、うん。内面はすごくナイーブですね。いつも誰かの役に立ってたいみたいな、自分は誰かの役に立ってるだろうかみたいなのを気にしている人です。あとは、達観しすぎていろんなことがね、馬鹿らしくなっちゃうとか、不登校の人に多い数字ですね、9っていうのは。うん。なんか頑張るとか、仕事を頑張るとか、勉強を頑張るとか、同い年の人たちと一緒になって、同じ行動して頑張るみたいなのが、なんでこんなことしなきゃいけないの、無意味じゃないみたいなね、うん、大人すぎてこう馬鹿らしくなっちゃって、うん、諦めちゃうっていうこともあります。まあ、うん、いろいろ複雑な性格ではありますね。あと完成されてて、1から9っ
ていうのと、カバダス秘術に地下田9と、あと、マスターナンバー、ゾロメさんがいるんですけれど、ゾロメさんに一番近いところにいるので、スピリチュアルとかそういうのも好きだと思います。精神世界とか。うん、そんな性格ですね、本質。で、ペルソナの7は、ストイックな求道者です。一人の時間、一人の空間がないと、ちょっと耐えられない人ですね。うん。で、クールです。何を考えてるのか、本心を仲のいい人にも言いません。まあ、でも、ペルソナの場合だから、ね、外面だから、まあ、本質じゃないから、そうだな。まあ、本音は言わないとは言っても、ただ仲良くなれば言うかな。本質が7の人よりね。うん。で、内側の情熱がすごくね、強いですね。エネルギーが全部内側に向いているので、内なる情熱みたいな感じで、何かを探求する、研究する、追求する、一つのことをね、うん、そういうのがとても好きで、得意です。仕事ぶりは真面目です。コツコツ、ね、静かに、黙々と勉強なり、仕事なりする、評価がはね、仕事をすると高いですね。うん、組織の中にいると。はい。そんな感じで、どっちにも共通するのが本音を言わないですね。本音を言わない。7の場合は、もう本当に本心を言う必要なんかないよね、みたいな、初めからそんな感じなんだけど、9は、争いは嫌だな、とか、うん。なんか、ふわふわふわってした感じで本音を言うのを流すみたいな感じです。どうかな、本音を言わないタイプでしょ？うん。9も7も。で、フライデーに、そんなこと言うんだ。意外だなと思って。うん。ね、結婚を考えてるみたいな、結構、核心に迫るようなことを、ね、事務所通してとかでもなく、ね、いきなりフライデーの突撃してきた記者に、そんな本音言うかなと思って、不思議だなって思って、うん。はい。そんな感じですね。はい。じゃあちょっとこの辺、淡々と占っていきます。淡々とです。はい。では、横尾さんの今後の仕事運、この半年1年くらいのね、仕事運を見ましょう。前回、あれ？この春くらいにキスマイ占ってよね。その時には横尾さん確かね、そんな悪くなかったはずなんだよ。横尾さん、個人的な仕事運みたいなのを見ます。あ、今止まってますね。死神が今出ちゃった。まあ、そんな、スキャンダルもあったら、いろいろ止まるよなと。うん。はい。ズバッと出ました。最後に出た恋人のカードがなんか意味深だけどね。うん。まあ、悪いカードといいカードが結構ごっちゃごっちゃに混ざってて、点数50点とか、どっちの要素もマイナスの悪い要素もいい要素も、なんか、ね、ジェットコースターのように入り乱れている感じの運勢ですね。過去はね、審判の逆だから結果が出ないとか、何か決意できないでいるとか、なんかそんなカードが出ていて、後悔するとかね。うん。後悔。もしかしてフライデーでそう言ったの後悔してんのかな？やっちまった、再起不能みたいな。なんかね、そんな感じが過去に出てるんですよ。で、今は、マジシャンの逆を背景に死神。マジシャンの逆ってこう、勘が冴えないとか、頭が冴えない。マジシャン何か作り出す人なんです。そういうの逆向いてるから、うん。考えが甘かったとかね。うん。まあ、これ多分そうだよね。今、そのスキャンダルのこのことだよね、多分。受け答えがまずいことしたな。っていう状況を背景にしていろいろ止まってます。うん、ストップしちゃった感じね。停止する死神。でもご本人の気持ちは
顕在意識、表面的には正義なので、バランス調和を保ちながら、厳しさも持ってちょっと頑張りますみたいなね、ピリッと、ピシッとしたカードが顕在意識は出て、潜在意識も太陽なの。そんなに、ご本人はね、悪いことをしたなとは思ってない。ね。フライデーのあの受け答えは、とか、すごいポジティブな感じ。大丈夫、なんとかなるみたいな、すごいポジティブさ。で、近い将来も戦車なので、すごい勢いで、やる気と勢いで、めっちゃ頑張りそう、お仕事。戦車ね。で、彼の立場は皇帝を背景にいいんじゃ。皇帝誰だ？タッキー？社長？それがご自身が誰だ？リーダーって誰？すいません。キスマイのリーダーも知らないでお前占ってんのかみたいな、なんかこのね、リーダーとかこの上司とか社長とかなんかそういう感じなのよ。ご自身か、じゃないなら、そうじゃないなら、タッキーに気に入られてるとか。それかもしくはご自身の責任感とかね。それが背景にあって、一応思慮深くはしている立場ですよ。この辺でやっちまった感はあるけれど、基本思慮深いです。で、環境に女教皇の逆。これもメリーさん、ジュリーさんあたりかな。皇帝は正位置だけどね。女教皇は逆めちゃったね、これ。メリーさん、ジュリーさん、このあたりに怒られたとかかな。それは ありそうな気がするね。で、可能性に力の逆でしょ？尻込みしちゃう、遠慮しちゃう。ここでは戦車だったけどね。戦車と力って似てるカードなんだけど、やる気満々で進んでいくみたいな。力が可能性のとこで逆向いてるから、だんだんこう、遠慮して、後ろに回って、行ってあまり表に出てこなくなるかなぁ。で、最終結論が恋人。ね、意味深だなぁと思って、こんな女性とのスキャンダルを占った、そして最後に恋人って、本当に結婚しちゃうのかなぁとか、思った。それか、まあね、その彼女とは関係なく、恋人って普通、人間のコミュニケーションのカードにも出るんですね。なので、チームワークがとってもいいとかね。キスマイのみんなとすごく仲良く協力して仕事が順調だよみたいなカードか、どっちかな。なんかこれさ、結婚とかって見ると、この力の逆がさ、女性が強すぎる。彼女が強すぎて結婚みたいな、そういう流れにも見えなくもないんだよね。難しいな。どっちかかな。今、仕事運聞いたけど、仕事運のところにね、こういうプライベートなことが出ることもあるんだよね。この力のカード、女性でしょ？だから、女性の力、相手が、彼女が強すぎちゃって、ゴリゴリって結婚になるか。ちょっとこれ答え合わせは、半年後一年後かな。で、対策終点、運命のは、もうなんか流れに身を委ねろって言ってるかなね。運命のは、チャンスをつかむ、タイミングをつかむ、チャンス、タイミング、なんかそういうのはいろいろ来るから、なんか自分であれしよう、こうしようみたいな、もがかないで、無理に流れを変えようとしないで、流れに身を任せればっていう感じ。はい。彼女は匂わせをしていましたか？これどんな写真とかかちょっと知らないんですけれど、ファンの皆さんはもう多分見たはずですよね。彼女は匂わせをしていたのか、わざと。ほら、横尾さんと付き合ってんのみたいな感じでわざとやってたんですか？皇帝の逆、なんで男性のカードが逆出たんだ？皇帝の逆、なんか男性のわがままとか傲慢さなの。ほう？対策注意点、死神。これさ、女性のカードが出るかなって思ったのよ。ね。女性のカードさ、女帝とかさ、女教皇とかが正位置で、ドーンってこうさ、出たりしたらさ、
ねえ、例えばよ、女帝とかがドーンって出たら、そうよ、私は匂わせたのよって言うかなって思ったけど、ここで横尾さんっぽいカードが出たよね。横尾さんが逆向いてる。横尾さんを落とし入れようとしてんの？落とし入れるっていうか、落とし入れる。共犯？共犯って言うとね、なんか響きがあれだけど、ね、対策終点死神だからちょっとそれやめた方がいいよってタロットさんも言ってるけどさ、まあ彼も分かってたんだろうな、これ見ると。彼の慢心というか、彼も分かってたんだろうね、やってるって、多分。多分これ彼のわがまましさだよ、横尾さんの。うん。ワンマンさとかね、自分勝手とか、な、男性な感じ。だから、なんか彼女っていうより、横尾さんが率先してやらせるなんてことある？なんかこれ以上言うとさ、横尾さんに対する誹謗中傷みたいで、なんか、もうこの辺にしとくわ、なんか、うん、私ひどいことを言ってないかなと思って、うん、うん、とりあえずなんか匂わせは、彼女の存在っていうより、彼の存在が強く出てきたなと思って、うん。じゃ、横尾さんと彼女のご縁。これが横尾さんで、こっちが彼女。はい、ズバッと出ます。ご縁としては、彼女強いですね。これがご縁なんですよ。二人の架け橋なの。女強行なんですよ。女強行、ここにも女帝出てるけど、女帝ってこう、母性とか優しさとか思いやりとか、どちらかというとこう、貢ぐ女みたいな。私のタロットの先生にの表現で言うとね。で、こっちがこう、どちらかというと、計算高い、貢がれる女みたいな。賢いです。頭が良くて、賢くて、知的で、計算をしていて、うん、クールで、そういう女性ね。対照的な女性の姿なんだけど、なので、知的、クール、計算している彼女が一枚上手なような、そんなご縁かな？横尾さんのこの将来のところにタワーの逆、関係の生産っていうのが出てるのはまあ気になるけど、あと彼女の将来のとこ女帝の逆だから、なんかね、彼女のわがままさがいっぱい出てくるかなみたいな感じはする。で、これ横尾さん目線で二人のね、関係どうしたら良くなるかなみたいな、そんな時にこう使うやつなんですけど、二人の関係がこう、より良くなるためには、力のカードね、さっきも出たでしょ。これ女性が強いんですよ。お付き合いしてる二人とかで見ると。女性がリードするみたいな感じなので、彼女がリードしてると、こう、ぐいぐいうまくいく感じなので、彼女の方がいっぱいこう、コントロールして、あれやこれやね、準備して、計算してさ、こう、先を見据えて、ね、やると、どうかな。ね、意外とスムーズに結婚まですーって、すーって言っちゃうかもしれないねと思った。うん。じゃあ、横尾さんの今、キスマイへの気持ち。キスマイのね、他のメンバーに対して、とか、キスマイに対して、ね、すごい強い責任感とか、なんか反省とか、ね、希望とか、どんな気持ちなのか。悪魔の逆、ほう。はい、ズバッと出ました。悪魔の逆と月の逆似てるんだけどね。悪循環からの解放みたいな。不安とか迷い。これは不安迷い混沌から抜け出す。これは悪循環から悪い環境の中に参るのから抜け出す。みたいな感じ。で、戦車でしょ？やる気もあるでしょ？で、タワーの逆。これ関係の生産。これもまあ似てるよね、なんか。必要とされる崩壊。必要とされる崩壊。はあ、なんだろう。今ご自身がこう言っちゃったよね、ペラペラっていうか。ね、週刊誌に言った。それは、ジャニーズの今後にとって必要なことだとか思ってたりするのかなって。
ね、ジャニーズも今変わってくる時じゃないでね、なんかジュニアがね、デビューしないと卒業的な感じにもなったりね、いろいろ。どうだろう、今後はジャニーズもね、恋愛とか結婚とか、なんかそういうところでね、変化する改革みたいなのが必要、これは必要なんだって思ってんのかな。で、それがキスマイとかジャニーズを良い方向へとか思ってるかな。どうだろう。そう、解釈が全、ね、今の解釈がさ、本当だったら、キーってなるよね、ファンの皆さん。そんなん許せないってなるよね。ごめんなさい。悪循環がのか、月の逆。そう、タワーの逆はね、多分今のこの出来事は必然的なことだったとか必要であるって思ってるのは多分、うん、そう考えるとやっぱりさっき気持ちのところもすごいポジティブって出たでしょ。だからジャニーズは今後こうやってなんか恋愛とか結婚もオープンにすべきだみたいな感じで思ってんじゃないかなって思った。その上でいいものを作っていこうよみたいな、うん、そう、すいません、なんか、大丈夫かな、この動画。大丈夫不安になってきた。むっちゃ、ちょっと、荒れないように祈るけど、ちなみに私、過去にキスマイ何度も占ってますよ。キスマイ大好きだからね、私、キスマイのこと嫌いじゃないから、前提として。お尻言い置きくださいませ。すいません。本当に、本当に。キスマイブサイクの話、去年からずっとしてるから、本当に。他のメンバーの横尾さんへの気持ち。ちなみにうちの5歳の娘にキスマイの写真見せて、誰が、この中で誰が一番かっこいいって言ったら、二階堂さんを指さしてた。うん。です。他のメンバーの気持ち。はい、ズバッと出ました。思慮深いですね。考えてるね、みんな。内省してる。どうあるべきなんだろう。ね、ジャニーズとは、キスマイとは、とかね、まあ、横尾さんへの気ますか。横尾さん、今回のことがあってね、俺たちはどうすべきなのか、何が正しいのかみたいなのをめっちゃ今考えてる、全員で。で、死神、うん、やっぱりなんか止まってるよね。今回のことでなんかいろいろ、停止したんだ、一回。でも死神ってそんなすごい悪いカードではなくて、さっきのタワーの方が悪いんだけど、古い悪いものを捨てて、捨てるために一回止まろうみたいなカードだから、キスマイも今後のジャニーズのあり方とかね、キスマイのあり方みたいなのを考えているのかもしれない。自分、ね、横尾さんだけでなく、皆さん結構もう30何歳でしょ？自分たちの人生どうすべきなのかなみたいなこととか、今じっくり哲学的に考えてんのかな。で、戦車の逆もちょっとね、やる気をなくすとか、こう、勢いが止まってる。もしくは、横尾さんに対する気持ちだから、横尾さん、ちょっとそれ暴走しすぎじゃないっていう気持ちかな。で、対策じゃない。もう一枚、審判なので、横尾さんこれを挽回するために、ちょっと頑張ってって言ってるかな。対策注意点上で、その女性には気をつけろよって言ってるかも。うん。はい。ということで、横尾さん特集になっちゃったけど、なんかこんな占い方したの、ジャニーズで初めてじゃないかなと思ったんだけど、リクエストでね、ファンの方があまりに、皆さんめっちゃ怒ってたので、その怒りがちょっとでも静まるといいなって思って、こう第三者的に占ったんだけど、こう静まらるどころか、余計火をつけるっていうか、余計なんか感情を高ぶらせてしまったら申し訳ないです。うん、一旦こういう時は落ち着こう。はい、ではじゃんけんいきます。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい、パーなので、チョキの人の勝ちです。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。